質問は、弓道が進むためにはどんな禅をした方がいいですか。なんかいろいろお話を聞いたりして、やっぱり禅ということをやらないと自分の姿って見えないし何も変わらないんじゃないかなと思ったので、はい、こういう質問にしたんです。あんまりやる気はしないけど、まあ、聞いてみないとわからないので、はい、どういうことに励んだらいいのかなと。これはですね、念仏です。それは何をしたらいいんですか。念仏っていうのは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を唱えることではなくて、うん、ね、これが仏の世界だとすると、その私が仏の世界をね、念ずることを念仏というんです。でも仏の世界が分からなかったらできない。そう、だから仏の世界が分からなかったら意味がないので、仏の世界を分かるために五生行という教えがあるんです、ね、五生行っていうのは独自生行。独って書いてある。光ってる。あ、光ってる。あ、大丈夫、独ですね。そう、読む、うん、観察生行、礼拝商業、照明商業、三旦供養商業、これが五生行です。で、最初の独自生行というのは、まあ、簡単に言うと YouTube とかね、説法データを通して説法を聞くっていうことです、ね、聞いたことを自分の時間でテープ起こしをしてください。人でもいいです。自分の中で関心のあることがいいと思います。だってテープ起こしするって結構な時間がかかるので、ね、テープ起こしをする、それをね、それを今度身近な人、例えばお姉さんとかにこういう話を聞いたんだけど聞いてもらえるっていうことで書いたものを、その自分の理解ね、自分が理解しているものを分かりやすく言葉を補って話をすることです、ね、その書いてある通りに話をしなくてもいいです。そこに書いてあることを相手に伝わるように話をしていく。で、聞いて自分が理解したことを書いて、それを言葉を補いながら相手に伝える。そう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 。その時に念仏ができるんです。そしたら、私がお話を聞いて、はい、YouTube で見て、それを文字に起こして、はい、
話をするのを清盛さんでもいいわけです。あ、清盛さんでもいいです。清盛さんには申し訳ない時間でもらって、はい、それをやっても、はい、で、清盛さんがその聞いてね、うん、清盛さん自身があれこれどういうことなんだろうと思ったことを、ね、思ったことをその確認するんです。これどういうことなの、これどういうことなの、ね、これはどういうことなんだろうっていうことを確認していくんです、うん、でそれを自分の言葉で説明ができたらいいし、説明ができなかったら聴聞の場で聞いていただきたいんです。こういうことがうまく説明できなかったので教えてもらえますかっていうふうに聞いてもらうんです、ね、そして一つの教えを本当に分かる、自分の中で本当に分かるまで何回も聞いたり話したりするんです、うん、それはまあ、あまり私の質問じゃなくても最近あったことをなんか空についてとか、そうそうそう、はい、それを自分のものにするまで聞くんです、うん、それを仏教で聴聞っていうんですね。聴っていうのは聞いたことを聞いた通りにしか話せない状態が聴なんです、うん、それが本当に分かって自分の言葉でね、あ、これはこういうことなんだよって説明ができるようになった状態を聞っていうふうに言うんです。だから聴が聞になるまでまだ聞いてないんです。聴が聞になるまで聞いたら、ね、そのことを聞くことを観察聴業って言うんです。観察っていうのはその教えの中身が、ああこういうことなんだってありありと分かることです。分かったらね、その仏教の教えに対して心から頭が下がるんですよ。ああこれって尊い教えだなっていうふうになるんです、うん、そうすると自ら話したいっていう気持ちになるんです。称名っていうのは話したい、説明したい、これってこんな教えなんだよ、すごいよねみたいな感じで話をしていくようになるのが称名称業。こういうことを一度でも経験したら、これからこれを何回も繰り返して仏法が話せるようになりたい、三段。そして仏法を説いてくれる人に対して供養していきたいと、こういう気持ちになる。だから教えが本当に分かるところまで徹底的に聞いてないんです。だから聞するところまで聞こうと思ったら絶対質問が出てきます、うん、そう、質問がないっていうのは聴してそれで終わりになってるんですよ。聞いただけでその聞いたことが、あ、本当にこうなんだって分かるまで何回も聞かなくちゃいけない。それが念仏という禅で、あらゆる禅の中の最も功徳のある禅です。なんかこの文字で起こすっていうのがちょっと大変そうな感じがします。文字で起こすことができなければ聴聞録を書くだけでもいいです。聴聞録って聞いたことをそのまま書くんじゃないですよ。理解したことを書くんです、うん、自分の中で今日の話はどういう話かっていうことを書くんです。それが自分が理解したものなんですよ。この
今のこの停滞しているのをなんとかするのは薬の薬師か。そう、停滞しているのは腸門ができてないんです。できてないと思います、自分でも分かって。腸門ができてないっていうのは全然話してないんですよ。話してない。そう、聞いたことを今日はこういう話をしたっていうことをね、話してないんです。話す相手も限られてるしね、あんまり。そうそうそう、いや清盛さんがいますから清盛さんにこういう話、例えば今日今聞いた話をね、説明するんです。こういう話を聞いたんだと。そうすると聞いてるはずのことが聞いてないことが分かってるんです。そしたらその今日の話をもう一回聞いてみようと思うわけです。もう一回聞いたらもう一回話してみようとするんです。自分のものになるまで何回も、要するにどういう話を聞いたのか、うん、もうね、多分一回聞いただけではね、善は私に対して勧められた善は念仏で、それはご商業を実践することぐらいしか覚えてません。まあでも 今はね、今の段階では聞いたことをちゃんと自分で文字に書いて、それを、ちゃんと人に説明できるぐらいまで理解することがもんだという、うん、そう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 、いや違います、全然違う。人に説明できるようになることが門ではなくて、そこに説かれている教えが本当に分かったというのが門です。本当にってどれにしてもこれにしても難しいですね。風だったり最近の話があったけど、そうそうそう、だから何回も説明して何回も説明していくと、自分の中でおぼろげながら、例えば空だったらね、空のことを説明できたとしてもね、自分の中でイメージがつかないわけです。そのイメージがつかなかったら、例えば空のことについてイメージがつかなかったらね、今度の質問で空について説明してくださいとかってなるわけで、それをまた話をする、話がうまくできたとしても空について分かるまで何回も何回も聞くんです。私に質問する人がいるんですよ、空について。もう5回も6回もああ言いましたね。ね、それについてこう一生懸命話をしてるわけですよ。で毎回違う話なんです。その人は理解したいと思って何回も同じこと言ったんだと思いますけど、一つのことを理解するっていうのは本当に何回も同じ話を聞かなくちゃいけないんですよ。それで本当に分かったのが門なんです。そうそうそう、本当に分かったかどうかっていうのは、その教えに対してね、心から敬う気持ちがあるかどうかで決まります。なんか、できる感じがしないけど、なんか善って言うと不正にしなさいとかそういう話になるのかなって思ったから、はい、全然違う答えだった。うん、だって腸門が停滞してるっていう話だから。腸門が停滞してるのかな、まあそうやねそう、だからそれは具体的に何かをしてくださいっていう話じゃなくて、腸門自体をやっぱり今までと同じような腸門をしていたらダメだっていうことだと思うんですね、うん、つまり聞いたことを分かったつもりになっていることが全ての原因なんですよ。停滞している原因でそう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 。
害が嫌なので、何とかしたいっていうのは結構あるんですね。はい、だから聴聞録をかけなくてもね、今日聞いたことを清盛さんに話をしてね、で清盛さんから、うん、これはどういうことなんですかってき、その突っ込まれることが大事なんです。ああ、それは絶対答えられそうないね。で突っ込まれて答えられなかったらね、清盛さんから教えてもらったらいいんですよ。これはこういうことなんですよ、これはこういうことなんですよ、うん、そしたら清盛さんもね、うん、今日の説法を聞かずにはおれません、うん、でしょうかな。でも簡単なそのできやすそうなことを教えてほしかったけど、結構難しい。いやいや、難しくないですよ、ただ説明するだけですから、うん、もうなんかね、こう集中力もないしね、全然ダメなんですよ。他のこと考えたり、スマホ触っちゃったりとか、出てしまったりとか、ずっとそんなもんで、まあ、でも私への説法はいつもだいたい短いので、それでちょっと過去のやつでもいいですよね。過去の私、はい、でもいいから。そう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 。じゃあちょっとやってみます。はい、ありがとうございます。はい。自信ないんだけど。